はい東京都議会議会員の川口一郎です今日も皆さんと一緒に日本の社会を考えていきたいと思いますけれども先ほどまでですね菅総理の会見そして都庁舎では小池都知事の記者会見が行われておりましてそれを受けてですね今、3月5日金曜日の午後11時、まあ、緊急的にこの動画を撮影していますけれども、まあ、皆さん方ご承知の通り緊急事態宣言が2週間延長正式に決定となりました。そ、まあ、そもそもこのの週間の延長に科学的根拠ははあるいは この間我々どうしたらいいのかいろんな悩みだとか相談だとか私も受けてきましたけれども正式に決まりましたよ決まったけれども緊急事態宣言がこれまで2ヶ月やってきたんですね1月から2ヶ月やってきたけれども目標の数値に届いたか届いていないかこれも微妙な判断です当初西村大臣が言っていた東京都の新規陽性者1日500人当たりというこれ,これ下回ったんですね下回ったけれどもま,あまだまだ心配だということで宣言は延長していくということになりましたが こここへ来てですねこの3月5日小池,都知事が小池都政は1日収益、まあ、平均になりますけれども1日の新規陽性者が140人140人ですよ1400万都市の東京において10万人に1人になるまで宣言は解除しないんだみたいな方針で内部で会議をしていてその方向で行こうということになっていたとそして入院患者も1000人ということになっているんですね。で このことを今何で今日取り上げてそして今怒りに震えているかと言いますとねこのことは今日のお昼の時に3月5日の昼にですね例えば日経新聞のオンラインでボーンと出てきたりこの140人基準にしますよと私見てびっくりしましたよ。140人っていつのこと例えば東京で見たらもうだいぶ前の話なんですね。 でこれを緊急事態宣言でもグーっと抑えるような厳しい措置厳しい措置は裏返しには経済支援休業協力金の増額みたいなことももちろんセットですけれどもそれをやらないでどうやって140人にするんだろうかこのままいったら緊急事態宣言永遠に続いていっちゃうよ永遠に続いていくならば前にもお話しした通り飲食店だけじゃなくてもいろんな業種あるいは 公園に遊びに行きたいのに公園で遊べない人たちとかいろんな都の施設とか閉まってるとこいっぱいあってこのコロナだけじゃなくてもういろんなことで具合が悪くなっていって大変なことになってしまう経済的にも落ち込むそして望まれない望まない孤独になっていったりするこういう社会問題がいっぱい出てきちゃって140人まずいと思ってたら地上波のテレビも次から次へと都の方針140人140人で出てくるんですよね。これ何なんだろうかと と思って我々調べてみたら都庁舎の内部でねこう協議されてる資料に140人となっていてそしてみんなでまあ議論していたというようなことなんですけどねでこれがガラッと変わります。ガラッと変わるというのは夜になってですね実際にこのまあ知事側から示されるこう本部会議対策本部の会議があるんですけどこの資料にこの140人という数字が消えました。で 実はこれがまあ正式発表前に今日の昼にですね140人って出たらもう世の中評判が悪いわけですね誰が見たって140人なんかこうあのクリアできないとじゃあ仮にクリアしたとしてもね今回の緊急事態宣言の延長の立て付けは菅総理が決めたとそれはそうです一都三県の知事でまとまらないんですもんでぐち,ぐちゃぐちゃまた国のせいだってやるんだったら先にやりますって菅さんが決めたわけですまあそれもいいよ。ででもその後で 今先に東京側からですね140人であって厳しい解除制限の数字を突きつけておいて2週間後間違いなく達成しませんよ21日にでその時にまた菅さんが延長にしなきゃいけないようなね雰囲気を作って菅さんの人気を落とし込むようなこれはもう陰謀に近いと私は普段陰謀論とか言うの嫌なんですよもう大っ嫌いだから陰謀論みたいなこと話したことはあんまないわけですけれどもでも明らかにこの国に対してあるいは世間に対してですね いろんな含みを持たせるような数字で140人で出てきたことおかしいなと私も思うしいろんな皆さん方これニュースになりました地上波のニュースいろんなところで出てたテレビを見ている方からあるいはネットで見た方からブワーッと一気にまあ批判の声が出たわけですね。でそれを見たのかあるいはニュースを見て何で発表しようと思った数字が出てるんだってこう知事が起こったかどうか分かりませんけれども。 この夕方までの間にですよ数時間の間に34時間だったと思いますけれどもね昼ニュース出てから日経新聞なんて夕刊一面ドーンですからでこの間になんと東京都はですね地上波も出てる大手の新聞も出てる日経新聞一面みんなが報道してるのに誤報ではないでしょうってそれなりに東京都から裏取りをしてなかったら出ないんですね。 だから今ね私たちは誤報だというならばどこの社の何がいけないのかそしてどういう行為をしたのかっていうことをねあのしっかりと出すべきだっていうことをね私はね今あのみんなに言ってますよ周りに。それくらいやんなかったらおかしいじゃないですかって世間の風を見て自分たちでアドバルーンを上げるように少なくとも情報出した人間がいるんですよ途中者の中で。書かせようと思って空気作ろうと思ったんでしょああ小池さん厳厳ししいい基基準準だっった東京厳しい基準だってそれは 自粛を求める人たちからすればですよ小池さんに拍手喝采かもしれないけどもうその時代は終わったんですよどうやってこの中で動かしていこうかという時にただでさえ今500人という基準を目指してきたわけですね1日500人でもその時から1日500人じゃ多いんじゃないのともうちょっと少なくしなきゃいけないよという声も片側にあったの私はよく知ってますでも小池さんはじめ一都三県の知事たちはそんなこと西村大臣に言わなかったの 1>, 1日500人って言ったのをじを300人にしてくださいとか200人とか今回の140人にしてくださいなんて言わなかったよそれをさ急にこの延長タイミングになって出てきてですよマスコミで雰囲気作ろうと思って失敗したら今度は誤報だなんてこんなことを繰り返してたら本当に政治家はねどん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 国民の信頼を失っていく都民の信頼を失っていきますよメディアだってさすがに今回のことはみんな怒ってると思いますよ だから事前にその私はその前の1都3県のね宣言延長に関してだって先に都庁舎から情報を出してるんだからで都庁舎から書かせて雰囲気作ってわーっと宣言延長だみたいなことをやってきた。で都庁舎はその前あの森会長の時をね決める時には「公認誰だ?」って「誰誰」「何だ」って「橋本だ何だ」って名前出てる時に「小池は小谷美香子だ」みたいなねことを言わせてるわけ書かせてるわけですよ。 結果的にそれはアドバルーンにならなかったけれども最近のこのね情報の出し方都庁舎からの出し方ひどすぎるそして後から訂正しようなんてもうおかしな話ですだからもう140人って言ったんだもう既成事実作っちゃったの誰が知事が直接言ったんじゃないかもしれないでも今まで知事側のですねリークのことをバンバン出してきたフジテレビでさえやってるんですよ今地上波のニュースでならばもう事実上もう今国民は東京は140人なんだと思ったわけです 思うんだったらこの2週間どうやってて140人にすするか考えてほしいいと思いますよこれをね具体的な数字をね示すのはね良くないっていう理由で後付けの理由で140人消してね私はもしかしたらこれ200人でも考えてたっていうのかもしれないし逆に100にならなきゃダメだっていうかもしれないし。 だん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 今都庁のコロナ対策がおかしくなっているということを今日はね皆さんにお伝えしたくて緊急的に動画を出してますそれであともう1点はですね今日はの都庁省私来週記者の予算特別委員会で質問しますけれどもよくね感じててこのギャップよく分かったのは今までそのどうやったらコロナに感染しないかこういうことをこう日々の行動で気をつけましょう皆さんも3密だとかあるいはいろんなソーシャルディスタンスとか黙食とかいろんなテーマが出てきましたそういう話ばっかり聞いてたでしょ。 でそれだけを見ているとじゃ緊急事態宣言下でやっていてあの数が本当に下がっていくんだろうか心配になるわけですしかも重症者は50数名ずつ今最近だと52とか5354とか55名とかなんですよ一方でエクモを装着している患者さんって5名なんですね。この推移でこの数字だけを見てねなんで医療体制逼迫なの何で医療崩壊なの東京ってそんな脆弱なのみたいな議論も出てます。 これに対してちゃんと説明をしている人がテレビに出てない都庁舎の専門家会議でもちゃんと説明ができてないちゃん数字を読み解けば分かるんですよ出てないこのことも問題だとこれはあのちょっと解説しておくとですね感染症とか公衆衛生の専門家の皆さん方はこうやってどうやったら予防できるかということをメッセージとして発信していきました岡田春恵さんもそういう類の一人だと思います。ででも今その言われていることはですね どう感染するかということよりもその中等症になった感染した場合にじゃあ重症化した人をどう助けるかといううフェーズなんですよどうやって感染しないかだから飲食店に対してお願いします他の店舗映画館に対しても自主規制をお願いしますみたいなことはよくわかるんですけど今のこの現状でじゃあ重症者50数名の重症者 ECMO 装着者5件これで。 緊急事態宣言延長納得いかないという意見がバーッと出た時に私はね実はこの治療する側予防線ではこの感染症や公衆衛生の先生方でいいんですけど実際にこの先生たちは ICU といわれる集中治療の中でですねあのドクターとして見ないわけですよ。見る人たちは例えば外科医とかであったり麻酔科であったりいわゆる集中治療専門にやる人たちは皆さんが見るわけですね。こののの人たちの負担がどうなっているのか あるいは一般病棟と icu だとそのスタッフをかける割合も違うんです。で、icu は専門的技術が必要だって話になってます。心臓外科の先生たちがあ ic エクモですね。失礼しました。エクモを使えるというお話ししてます。けれども、心臓外科の先生たちも例え手術の時とか使えます。これは例えば1日とか2日ですよね。今日も実はあのコロナで。 亡くなられてしまった不幸にも亡くなられてしまったご家族の方ちょっと私のところに来ていろんな話聞いてましたけれどもまあこの方も2ヶ月近くエクモを装着されてたそしてお亡くなりになってしまったんですがこの2週間など長くエクモを装着しながら患者さんを見ていくドクターだったり医療従事者看護師さんの皆さん方ここの現場の負担感とかあるいはここの病床の逼迫具合というものをちゃんと発信しなければ 私ははそれは皆さんんんんの誤誤解解をを生生むでですすとにかくいろんな誤解を生んでます都民と都庁舎の誤解あるいは都庁舎の中でも知事やあるいは各職員との誤解知事と議会との誤解マスコミなんてただ誤解を振りまいてるけれどもねでこういう一つ一つの問題点を、まあ、の病巣を取り除いていかなければこの問題解決しないのにとにかく悪いネタ悪いネタで厳しくやるとかってそれ全部悪者にしていく。 フジテレビ、ね、昨日は私もツイッターでも怒ってますけれどもクラスター東京でホストクラブクラスター71人みたいな書き方なんですよ。ホストクラブで78人のクラスターは起きたけれども東京都で全体で71人だよみたいなね。 そのまあ世代別で見るとそういうようなねことをこれも概要欄に入れておきますけれどもこの記事も見出しだとか含めてもうちょっとここでね冷静にならないと乗り越えていけないと思いますだから私は経済活動を動かすためには宣言延長はすべきじゃないというスタンスでしたけれどもこちらの医療提供体制の逼迫害を見るとここはなんとか今の状態じゃ良くないとここだけを見るならばやはり宣言は延長しながらここの体制を整えていく。 ベッドの余裕をかましてあの作り出していくということは私は重々承知だけれどもそれ以外で動ける人たちはどんどん動かしてほしいそして命コロナ以外で命を落としてしまう人たち経済にしてもいろんな精神的な負担だとかもうフレイル体が虚弱になっていくとか認知症だっていろんなのそういう人たちは防げるんだからやり方によってはそういうことをしていかなきゃいけないのに情報操作をするかのようにですね重症者の基準のベッドが出てきて私はこれ小池さんの指示だとは全く思いませんけれどもそんなことをね 繰り返しやっていくもう政治家の職員もいらなないいいしの職員もららおそらく最初は僕ねあの京都の,教徒のこの重症者基準というのは、ね、ケアレスミスだったかもしれないけれども100%を超えた時点でおかしいの分かってる僕らだって分かりますよ重症者が100%を超えてるって廊下でエコもやってるんですかってそんなどこにもないでしょうって病院はってでもそれを直さなかったっていうのはこれやっぱりガバナンスが効いてないんですよ何か問題があるんですね上司が怖いとか。 なんかまあもうパワーラでグワッとやられるとか小池さんにキレられるとかってそういうのも全部取り除いて何のために今向き合ってるか知事以下都の職員都議会議員もそうです我々議員だって議員仲間だって都の職員にワーッとやられてうまく貼られて納得しちゃう人たちばっかりですけどそんなんでいい良くないよってね後付けの理由はいらないです。じじゃゃあもう140人目指すってこれじゃあ 解基準ではなくて目標標値値ななら目目ででいいいじゃないですか目指すために目指すために何をするかガイドラインも弱かった弱いんだったらどういうふうに飲食店にお願いしていくか間違いなく去年の春の時と一緒でこの3月7日以降もう8時までの要請だからとお願いだからといって8時の閉店守らない店私いっぱい出てくると思いますよこのあと。その時に今の立て付けの緊急事態宣言のいわゆる特捜の罰則付きのね法律を作った以上 そこにには注意に行かななきゃいけないわけけわですよでも経済守れないじゃないですかと私の従業員雇用守れないじゃないですかって言った時にどうやって対抗していくか明確な基準も見せない。 こんな、ね、あの政治は早く終わらせなきゃいけないと思ってるし私も毎回じゃああんた都議会議員として何やってんだっておっしゃる方たくさんいます分かってます分かってますけれども徐々に徐々に今仲間は増えてきてます私は最初本当に1人だったでも議員仲間これは自民党以外の方も含めて私の主張を理解してくれというだんだん応援団増えてきてる都の職員もそうですあのマスコミの中でも心ある人たちも増えてきててこの YouTube ご覧になっている皆さん方の風も受けながら本当に 本当に、ぜひこんな情報操作とかくだらないことをやってる、ね、あの東京都政におさらばをしてやっぱりこのコロナの問題東京の問題ですから東京を解決することによって一都三県の問題解決するそして日本全体が明るいムーブメントになるということに向けて本当に。 救える命を救っていきたい声の大きい人たちだけではなくてマジョリティの皆さん多くの皆さん苦しんでいる人たちのために私は働いていきたいと思いますので本当申し訳ございませんがこの2週間で本当に終わらせましょうぜひ皆さんのお力添えお待ちしてますし下記に皆さんのコメントもお待ちしてます。今日は緊急的にアップさせていいたたただきままししありがとうございました